林学科は日本の大学に設置された学科の名称。現在ではかつて林学科を設置していた大学側が森林科学科という名称に移行したり、林学系の既存の学科を生物性産学科などに統合し、一つないしに学科を中心とした小学科制に移行していて、この名称の学科は見られない。戦前期の大学農学部、また農学系学校の発足時は、 農林学校という名称で、学科は農学科、林学科の2学科を基本として構成されていた。戦前期から農学部1学科という位置づけで、農林系実業専門学校の設立が相次いだ時期、学科構成は農学科と林学科にもう一つ関連の学科で設立されていた。例えば、1920年発足の九州帝国大学農学部では、 最初農学科という名称で3講座にしていたが、翌1921年には早くも講座を分岐独立させ、農芸科学科と林学科を設置し、3学科体制としている。林学での旧制林学高等教育機関は、戦前基準にあり、そのうち帝国大学林学科が4、専門学校林学科が8という構成である。帝国大学林学科の在籍者と、 専門学校林学科在籍者の人数構成費も学校数と在籍者費はほとんど同じになっている。1949年、新生国立大学が開学した時点で国立大学に設置されていた林学科は全部で18学科あり、その後公立の岡大学から後に移管され、その数は戦後最盛期24学科にまで増加する。林学科からは 科学系が分離独立して、林産学科という学科も誕生している。学生回訴で発足した北海道大学では、帝大時代の林学科から林産学科を独立する形で発足させる。新生九州大学でも林学科から後に林産学科が発足、戦時中の1944年に大学府知研究所として設置された。 木材研究所が後に農学部付属木材研究施設となり、一部が林産学科の分離独立時にその母体となっている。このほか戦後新生大学に移行した農学部で公立では、京都府立大学、私立では東京農業大学と日本大学の各大学に林学科は設置されている。また、玉川大学では、 農学科中の林学研究室という位置づけで、演習林を確保して、林学専門教育を行っている。しかし、農学分野で林学が低下傾向を、また産業としても林業は低下傾向をたどり、以後は日本で林学専門高等教育機関や学部は、戦後混乱期の例外を除き設立されることはなくなる。80年代後半。 母体の農学部の組織改革がなされ、林学教育組織自体も大きく変化していく。改革の大波を受けて、林学科は他の学科と共に名称としては次々と姿を消していくのである。なお家庭は4年生家庭であったが、上にアカレッジであったこと、学部自体がデパートメント扱いであったため、日本の統治外時代の琉球大学では林学部が設立されていたことがある。 この学部の卒業者称号は林学士であった。林学部自体は結局大学組織の改組によって1954年に農家生学部に統合され林学科として設置、さらに1958年には農家生工学部、1972年沖縄の日本変換時に国立大学になる際、改装工学部のうち農学部に属することになる。林学科、林業科、 生物環境学科といった名称の学科出身者は、所定の実務年数を経て、増援志向管理技師の受験資格を得ることができる。以下の大学の学科に関しても、同様であるが、割り修確認が必要になる。ありがとうございます。